メンズビオレ法、タイプオイルクリア洗顔洗顔料とは、化粧品のうち、顔面を洗う用途に特化したものである。洗顔料は、目、鼻、口など各種器官が集中する顔を洗うためのもので、いわゆる石鹸も顔を洗うのに用いれば洗顔料と言えるかもしれないが、こと洗顔料として販売されているものでは、刺激が少ないものや、よりすすぎで洗い流しやすいもの、あるいは、 凹凸の激しい顔という部位を清潔に保つことができるよう配慮されたものである。なお顔は場合によって化粧などで顔料を含んだ物品を塗布する場合もあり、これを洗い流すためのものもある。こういった化粧品を洗い流すための洗顔料では、顔料を含んだ油脂を乳化するか溶かしたり、あるいは研磨剤を含むものがある。ちなみに、スクラブは金属などを削る工業的研磨剤とは違うため、 米ぬかなど植物の粉末が利用される。その一方で額や鼻の頭や小鼻には、皮脂が目や口の周りには、小じわが目の周りには、くすみが出やすく、これが目立つと美容上ではあまりかんばしくない。このため洗顔料の中には汚れを落とすとともに、美白など色素沈着を予防したり、あるいは角質を溶かす酵素を含むなどの機能性を備えたものも見られる。 洗顔料には様々な種類があり、例えば皮膚表面のテカリを取る化粧水からそれら化粧水を含ませたウェットティッシュのようなもの、またチューブ入りのペースト状のものや石鹸のように固形のもの、袋に入った粉末状のものなど多岐にわたる。やや洗顔料とは異なるが、パックの類も顔表面の老廃物を除去するために利用される。クレンジングの後に使用し、 化粧水の前に使用する。皮膚の表皮と皮脂や赤とでは、一般に皮脂や赤などは完全にない状態が清潔だと考えられてはいるが、過度に洗浄したとしても、新陳代謝を行っている以上はこれを完全に取り除くことはできず。またこういった皮膚老廃物は皮膚表面を保護する機能を持つため、過剰な洗浄は皮膚炎を招く危険性がある。こトスクラブを含む、 洗顔料では手になじませ泡立たせて顔を洗浄するがより清涼感を得ようとして強い力で顔をこすったりあるいは製造上の不具合から研磨剤粒子にばらつきがある場合などは表皮に細かい傷を作りやすいこの場合には顔面に違和感を覚えたりあるいは腫れたりシミなどの肌のトラブルを起こす場合もあるスクラブに関してはエステティックなどでも過剰なマッサージを含め皮膚トラブルを 招き、国民生活センターなど消費者保護団体に相談された事例も見られる。その一方で、洗顔料が部分的に残っている状態も、あまり見栄えがする状態とは言いがたく。またこれらは短時間のうちにすすぎ流されることが前提となっているため、長時間付着していると皮膚のトラブルを起こすことがある。毛の生え際に残ると、フケが出やすくなる場合もある。このため洗顔料の中には、 洗い残しが一目でわかるよう色のついたものも見られる。洗顔料は先に述べた通り、化粧の一環として用いられる。このため欧米やその関連する文化圏では洗顔料といえば、化粧に関心の強い女性の用いるものという価値観念も強く、実際洗顔料の多くは女性向き製品である。しかし、日本でも1990年代より男性が美容に関心を示す。 社会風潮が強くなり、コンビニエンスストアなどでも男性用美容品の棚に、男性向けの洗顔料が並ぶようになっている。こういった男性洗顔料の多くは、ニキビなど、ホルモンバランスの関係で、皮膚トラブルを抱えやすい、思春期男性を中心に利用が見られるが、こと男性用洗顔料では、洗顔時の清涼感を求めて、メントールなどを配合してある製品も多く、 そういった清良感を好む層にも愛用者が見られる。女性向き洗顔料は古くから様々な製品が流通しているが、この中には年代層別の皮膚ケア事情に合わせた製品も多く、若者層向けでは上に挙げた男性洗顔料同様にニキビのケアに特化している。他、化粧を良くする層ではそれら化粧を溶かし落とす機能に、肌の健康が気になる層には皮膚ケア機能に、 カレーが気になる層にはシワなどを目立たなくさせる、などなど、様々なニーズに沿った製品が見られる。ありがとうございます。